お待たせいたしました。改めまして会場の皆さん、そしてユーストリームをご覧の皆さん、こんにちは。ただいまよりサイエンティストトーク、フれる」を伝えるバーチャルリアリティとテレビスタンスの世界を開催いたします。ええー、私、本日のファシリテーターを務めさせていただきます。日本科学未来館科学コミュニケーターの松浦と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 本日のテーマは「触れるを伝えるバーチャルリアリティとテレ・イグジスタンスの世界」と題しましてバーチャルリアリティ研究の第一人者である田地進先生にお話をいただこうと思っております触覚を伝える技術を中心にバーチャルリアリティとテレ・イグジスタンスの世界そして最先端の技術をご紹介します そしてバーチャルリアリティとテレ・エグジスタンスの技術がもたらすですね未来の形を先生と皆さんと一緒に考えていこう時間にしたいと思っております。 それでは早速ですが先生のご紹介をしたいと思います、えー、本日お話しいただくタチ先生です、えー、バーチャルリアリティ研究の第一人者として、えー、先駆的な研究で世界的に知られている先生となります、えー、本日のトークのタイトルにもございますテレイグジスタンスという考え方で研究を進められてきていらっしゃるのですが実はこのテレイグジスタンスという考え方バーチャルリアリティという言葉が生まれる前から先生が提唱され 出てきた言葉でもあります今日はそのテレイグジスタンスと触れるを伝えるをキーワードに、えー、先生に最先端の技術をご紹介していただこうと思っております、えー、今日のトークの流れを簡単にご説明いたしますまずバーチャルリアリティとテレイグジスタンスの世界とはどんなものなのかをお話しいただきますその後トークのタイトルでもあります触れるを伝える ということに関してお話をいただこうと思っていますそして最後フレールを伝えることで作られる未来の形について先生と会場の皆さんと一緒に考えていきたいと思っておりますそれではここからはですね、えー、先生にバトンタッチいたしましてお話しいただきたいと思いますまずはバーチャルリアリティとテレエグジスタンスの世界についてお話いただきますそれでは先生お願いいたします えー、ただいま紹介に預かりましたチでございます、えー、今日はあのバーチャルリアリティとテレ・エグジスタンスということで、えー、お話をさせていただきますで、まあ、主にあの今の、えー、司会の方からの、えー、紹介もあったようにテレ・エグジスタンスのお世界についてお話をしたいと思っております、はいえー、もともテレ・エグジスタンスは何かということなんですが、まあ、テレ・エグジスタンスというのは言葉で言いますとテレあるいはテレという 離れてという意味の言葉とですね、イグジスタンスという、えー、存在するという、そういう2つの言葉からなっている言葉でありまして、離れて存在する、あるいはそのように感じると。で、テレはあのテルとテレとあって、どちらでもいいんですけども、まあ、母音でしかもいいですので、テルの方を使ってテレイグジスタンスということで、今はこういう数字を使ってますけれども、基本的に離れて存在する。で、離れてというのがですね、あの必ずしも遠隔とは必ずしもではなくて、 離れていればテルってことにはなります、えー。ショートディスタンスもロングディスタンスもディスタンスではあるのでディスタンスということで。でテレグジスタンスはあのテレフォンというのはまああさ離れていても音が伝わるということでこれは電話ができた頃、えー、実際に、えー、それを聞いた人がですね耳元に自分のおばあさんがいるのではないかと感じたというふうのいうようなあ記録が残っております。ということはあのそこに、えー、おばあさんが来ているということでテレテレ音のテレグジスタンス とということです。それがテレフォンなんですで。テレビジョンというのは残念ながら言葉としてはちょっと合っていませんであれはあの放送になっていてですね、えー、ビジョンが伝わるわけではなくてで最近になりましてビデオフォン今の皆さんもスカイプなどやっておりますけどもああいう形で映像が伝わってくるというで初めてビデオフォンということで映像の伝わる状況ができてきたわけです。ただあの えー、映像が伝わってもその、えー、いろんな動作が伝わらないわけでありまして動作を伝えるのがテレオペレーションということでこれはあの、えー、第二次世界大戦後のです、ね、原子力のいろいろな、えー、レディオアクティブの物質を、えー、操作するというところから始まったものでありまして、えー、いろいろな離れていてものをそ、えー、操作するというのがテレオペレーションです。そそれをもっととと全全体体体しして、えー、一体として一、えー、人間その存在全体 視覚聴覚、触覚、あるいは人間のその身体運動、そういったものをすべて合わせて伝えるというのがテレ・エグジスタンスで存在そのものを伝えると。で同じような言葉にあのテレ・プレゼンスという言葉もありまして、これはあのプレゼンスも、まあ、そこにいるという意味ですけども、そういういる感覚を伝える、出席するというですね、プレゼンスそういう意味を伝えるという意味であります。でこの2つはですね、えー テレ・エグジスタンスは日本で私が提唱しましたけれどもテレ,プレ,プ,レプレゼンスに関してはミンスキーという人がアメリカで提唱してちょうど同じ1980年頃にそういう言葉が日米両方でできたわけであります同じ概念を伝えているでもう一回ちょっと見てみますと、えー、私のこう考えてるのはこういう形でテレオペレーションというのは、まあ、あの実際に仕事を伝えるわけでそのテレオペレーションのお進化形としてです。テレオペレーションというのはこうまあ、えー 遠隔から操作すするんですけども自分がそ,のいそこにいるという感覚はないのでどうしても外からこう操っているだけになってしまうとでそういうものを実際にその場にいるっていのが非常に重要なのでそれをやったのがその外国核型の人力増幅器というこのエクゾスケルトンアンプリファイアというものです。 ですかこれはあの人間がこう甲羅を着込んで、その場所で、危険な場所でもその危険なものがシールドされて操作するという、ところがこの外国型の人力増幅機っ1960年代に非常に盛んになったんですけれども、実際にはうまくいかなかったというのは、これはあの甲羅を着ていても危険なところでは何か故障すればですね危険にさらされてしまう。 あるいはもうこれはもう自分でできる自動的にやってもできるので自分でやりたくないと言ってもですねそれはできない自動でこうやるとこ体が動かされてしまうわけですから自動モードというのはけ決してできないわけでありまして自動的に動かすことができないそういう欠点があるわけですで、えー、実際にだからその、えー、使われないで、えー、長く使われない状態だったわけですでもう一つはですねあのこの管理制御型の計算機支援テレオペレーションというこのスーパーバイザリーコントロールということでこれはコンピューター を配したロボットをですね、えー、その自分のお、まあ、部下のようにして使ってそれを管理していて、えー、使うとこれは何台ものコンピュー、えー、ロボットを一時に使えるわけですけれどもでこの時はあの何かあった時も、えー、遠隔なので自分では手出しがなかなかできない要するに、まあ、テレオペレーションの状態を出していないという欠点がありましたで、えー、もう一つ人間の体にそのままつけるというサイバンディック補装具ですねこういうのもあります でこの辺をこう2つをこう使用したこの外骨格型人力増幅器と計算機制御テレオペレーションをまあ両方合わせたものとしてテレエグリスタンスがあるとだからこういうコンピューターで操られる自動的なロボットをですねある時は自分,の自分にしてしまうと自律的なロボットであってもその中にこう入ってこういう外、えー、骨格型の人力増幅器と同じにしてしまうと。 それがあのまさにテレ・エグジスタンスの考え方です。だからバーチャルな,ええバーチャルなエ,エグゾスケルトン、ヒューマン・アンプリファイアというのがそのええテレ・エグジスタンスですね。だから自律的なロボットの中に自分が入り込んで、しかし効果としてはこれと同じ。自分が入って直接見て、直接作業してると同じ効果を持つと、そういったものを作り上げるのがまさにテレ・エグジスタンス。でそうしますとえ、自分がこういうものをいろいろと管理しながら、 そしてある時にはですね、そのものにこう乗り移ってそれを自分のえ分身として使っていくことができるということなんですね。でまあ、そうやって考えますとオペレーターがいてまあロボットの中に自分が入り込んだ状態を作ってえそこで見,見ながら作業をする。まあ、私がここにいる代わりにロボットがいて私はあのえ KO の方からここに入ればですね、こうやってこうじ、えー、皆さんを見ながら 話もできるしこ,ういうこと,もできるというのがそのテレ・エグジスタンスですけども、まあ、考えてみればです、ね、コンピューターの作り出した世界の中にもです、ね、自分の分身の、えー、アバターである、えー、ロボットあれ人体バーチャルヒューマンを置いてその中に入って作業することもできるこれはあの、えー、狭い意味でのバーチャルリアリティとつまりバーチャル世界の中にテレ・エグジスタンスするというコンピューターの世界の中にテレ・エグジスタンスするということです。 でそれらを合わせて考,合わせて考えると、えー、例えばあ暗闇の中で物が見えなくてもコンピュー、えー、ロボットの持っているセンサーでこれを可視化してそれを VR の世界の中でに作り出してそれを頂上することによって作業ができるな煙の中でも暗闇の中でも、えー、その実際の実作業ができるとこれはオーグメンティブ、えー、テレイグジスタンスということになりますですから、まあ、あのテレイグジスタンスという考え方でいうと ロボットの世界でもコンピューターの世界でも両方とも統一的に考えることができる。人間自体は同じ,同じ状態で、えー、それらに対していける。まあ、この、えー、図式で言うと人間のいろいろな情報を、えー、計測してそれで人間の意思を、えー確定えー、推定して自分の分身ロボットを動かすあるいはコンピューターの世界の中にあるバーチャル人間を動かすと。 それを人間の人間に自分がこの場にいたときに感じられるインタラクションと同じような状態で伝えることによって、えー、ここが自分がここにいる、自分がここにいるという感覚を作り出すで。これらはすべ、えー、て、えー、統一的な考え方で、えー、人間側は変わらないと。どことつなぐかだけだというところに、あのテレグリスタンスの、えー、拡大される、えー、余地があります。じゃあ、何,何を持っているのがそういうものかというとですね。実はあの えー、実時間の相互作用等身大の3次元自己投射ということでありましてこの3つの要素が非常に重要で,でこの等身大の3次元空間というのは結局こう見た時にここで見てるのと同じような3次元空間が見えるというそれがまず一番,一番重要でそれからその相互作用というのはそこの世界をこう実際に改変できる視点を変えればその視線の映像が見える実際に物を触ればその物が触れるというのがこれです。 で自己動社というのは何かというとです、ね、自分がもう、このロボットの中に入った状態、あるいはバーチャル人間の中に入った状態が作られているというのが自己動者でありまして、えー、その窓を通じて見てる、あるいはスクリーンを見てこの、このスクリーンから向こうだけが、えー、バーチャル世界だということではなくて、もうこの全体がもうバーチャル世界、あるいは遠隔ということです。その3つが揃うと、これがまさにテレ・エグジスタンスだったり、バーチャルリアリティだったりするわけです。 でこれテレビジスタンスとバーチャルリアリティというのはそんなに区別はなくて実世界に行く場合とコンピューターの世界に行く場合でありまして基本的なこういう考え方はすべて共通なわけです。 はいいありがとうございますテレ・エグジスタンスもバーチャル・リアリティもほぼ同じで自分があのいる場所とは異なる場所にですねあたかも自分が存在しているかのような体験ができるということだということが分かってきましたそれでは今まで先生がどのような研究を進められてきたのか教えていいただけますでしょうかはいえー、そテレ・エグジスタンスの最初の間というのは実は1980年9月19日ここにあのノートがあるんですけれども。 そのところに生まれまれしたでこの盲導犬ロボットという研究をしておりましてその時目の不自由な人がですねのどういう機器を使ったらどのようにこう回復して,して移動ができるのかっていうことを知るためにはですね人間がこう視覚のしっ,かりしっかり見える状態から見えない状態というのをいろいろとコントロールして作り上げてですねその時にどういう情報を与えるかということを その機,器で機器によって作られるものによってシミュレーションしてそれを実際にこう動き回ってえやらなければいけないとでその時にあのコンピューター世界というよりはですね実際の世界で動きたいんですけども実際の世界で動くとこういろんなものにぶつかった場合に危ないのでこの実際の世界というものをここにこう作り出してで自分の代わりをこう置いてですねでこれをこ,うこの人がこう動き回ってこでこう自由にこう得ると。 その時にこう得た情報というのはもうここに自分がいるのと同じ情報を作り出すことはできないのかとそうすればまずそのえ一番何もない時にどういうふうにこ,うこれをこう回避しながらいくというようなことがきちんとした計測データとして取られてそれをこの,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 この伝送過程においてですねこれ見えなく少し目が見えなくなったり視野が減ったりとかいうこともすることによってですねえこれは動きにくい状態もつ計測できる。 それを今度逆にこのいろんな機器によってこの情報を与えることによってですねそれによってどんだけ回復させられるかということも全てこの同じ土壌の中でできるということで考えたのがこのテレグジスタンスの最初でそのためにはここに離れていてもここでこう実際にいるのとどんなし感覚が作れるかということですでそれがまさに視覚の,の場合にはそれはできるんだということをえ気が付いたのはこの時でありまして 基本的に人間の映像状態をそこで記録して、それを人間にえその人の動きに合わせて提示することによってそれができるということであります。でそのアイディアがまさにここであります。まああのえー、でそれを最初に作ったのがこれで、えー、1980年に考えて、1981年、82年のところに、実際に、まあ、これはし1次元のこう左右を見るだけですけども、3次元で映像が見えて。 まあ黒白なんですけども、それでも自分自身が等身大の映像を見て、しかも自分がこれ、自分を見るっていう経験がされた、鏡で見るのとは違って、いる違う方向からも見えるし、実際にえー立体の中で自由な方向から見られるということで、非常に不思議な感覚をしました。逆に言うと、幽体離脱のような感覚、これはその原点でありますね。人間がが自分がここににいいいてあちらにいるという でそ,のその自分がいる、いる自分が自分を見ているという、そういう状況が作れるということで、これはあのショッキングな、えー、体験だったわけであります。で、いろんな人にも見てもらいながら、そこで進めたで最初の、えー、発表は、この1982年の、えー、計測自動制御学会でありまして、これがこれで、この辺がその辺の原理を書いていて、実際に3次元ができるということを示した。 でそれが元になってです、ね、あの大型プロジェクトの極限作業ロボットというのが立ち上がります。で極限作業ロボットというのは、まあ、テリグジスタンスを一つのベースとして、えー、極限作業のを行うためのこの考え方で、で実際にはいろいろ変形されたので、この通りはなりませんでしたけれども、まあ、これが元になって、これ、寄贈した文章,文章ですけれども、その文が元になって、このプロジェクトが立ち上がったわけであります。でその辺のところは、この、えー、第三世代ロボットというところに書かれています。 で大型プロジェクトの極限作業ロボットは、これは通、えー、産省が通信、まあ、経済産業省ですけど出身になって、えー、民間と研究所で行ったもので、えー、この間に多くのいろいろな成果が出たわけであります。であのそれと並行してです、ね、あの研究所の方ではでは、ねえー、こういう実験を行いながら、視覚の最初の実験装置、それからそれをインピーダンス制御にしたものを、 そしてこれ自由にいろんな方向に動かしながらこの首の完成というものをなくて動かせるようなシステムとでさらにこれを移動体に組み込んで自分がこの車に乗り込んで自分がドライバーになったような感覚でそれを運転できるとだテレ・エグジスタンスとリモコンとの違いはここであってリモコンは飛行機を見てここから操縦するんですけども テレ・エィスタンスなどリモコンの飛行機の中に自分が入った状態でパイロットになって操縦するこれはあの自分がこのドライバーになったような感じでこのロボットが操縦できるということを示したんですねこれは1985年の頃ですでそれさらにえ人間型のロボットに in in head-mounted display. こういう感じで、これがちょうど自分の手があるところにこう手見えているので、自分がこのロボットの中に入り込んだ、自分がロボットになったような感覚が作り出されるんです。 でそれによって、こういうえ普通だとゆっくりゆっくりやらないとできないような仕事も自分でこう直接やってるのと同じような速さでこういうのもあの一般的には非常に時間がかかるわけですけどもテレオペレーションだとねまあ自動だと速いですけどもその場合には全部のえ状況を分かってなきゃいけないので,でさらにあのそれと同じような、えー、空間というのをコンピューターで作り出して そこで、えー、入り込むとつ。つまり VR 空間へのテレビグジスタンスで。この拡張型テレビグジスタンスというのはそれを、えー、先ほど言ったように暗闇の中とか煙の中でもできるようにするまたさらにあの、えー、2000年、今からだから15年ぐらい前ですが、この時にはあの、えー ホンダの二足歩行ロボットというのが出てたきんですけども、そのホンダの二足ロボット,ロボットを改良して、えー、これをあのテレビディスタンス用に改良して、このロボットの中に入り込んで、自分がこう動けると、なんかこう階段を下りたりするときに、階段を下りてるっていう感覚が伝わってくる。でそれはあのこう、この、えードライえーま、オペレーターの席にこう伝わってくるので、オペレーターは。 実際に階段を歩いているか歩行しているかが分かるそれで3の、えー、こういう状況を見ながらいろいろな作業を編、えー、んで、えー、いく、えー、2005年これはあの愛知万博があった時ですけどもその時に今度はそのテレグジスタンスをさらに進化させてミューチュアルテレグジスタンスというと つまり例えば私がここに先ほど言ったようにロボットを置いてですね遠隔からこう入って皆さんにこう講演することはできますけども皆さんから見るとこれはあのロボットでしか見えない私が見えないんですけどもこの RPT という、ね、再規性投影技術というのを使うことによってその誰が使っているかなのかでこれはあの何人も見てもですねあのこのいろんな方向から投影してもみんなそれは多重投影ができるので。 それぞれれのの人がが見見た方向からの映像見れるそれであの両方の自分がこの人がここにいる私がここにいるんだってことが伝わるだからその存在感とえ臨場感と両方が伝わってくるちょっとまあ急ぎ足ですけども、えー さらに今度はあの360度見える Twister というブースを使ってえそれを使うとえオペレーターは HMD みたいなのを被らないでもえそういう体験ができるとそういったものを使うことによってこのえーバーチャル空間というものを作っておいてそこのところにみんながう集うことによってこれまさに電話のブースみたいにしてこの空間の中ではですねえみんながえちょうど同じようにこう集まってえ会議ができると。 かまあ将来の電話の拡まさに拡張電話,で電話ではなくて人間自体全体の人間全体が送られてその一つの,この VR 空間の中で、えー、っと会議できるでしかもその時の顔というのは実際の人の顔が見えてくるという,でこ,う,いうのがこれを行ったのが2011年なんですが。 じゃあ一つ飛ばしちゃっていいですか、はい。うん。大変失礼いたします。少々お待ちください。 さっき動いてたので、どうして急に、ね。先ほど動いていたのを確認したので、失礼いたします,<え>す。はい、はい。じゃあ、あ、えー、先ほどの、えー、ものは一回飛ばして、今度は、あの、同じように三百六十度見ながら。相互テレエグジスタンスをするという。これも二千十一年。 we have developed a mutual teleexistence system called telesa 4 that enables virtual participation in events through a mobile surrogate robot telesa 4 is implemented using an immersive audio-visual system retro-reflective projection technology and a mobile surrogate robot

でこれを使うことによって、自分の目の前に360度の一体の空間が作り出されるわけです。でこれをあの、えー、オペレーター用に使うとです、ね、オペレーターは、えー、いろんなパーティー会場みたいなところにそのロボットを使って入るために。誰が来てるかっていうのがわかんないと、ロボットは来てるだけになっちゃいますので、それを見るために、先ほどの RPT を使って、 映映像をここに映り出す,というですでそれぞれ自分の見ている方向の映像を映し出すとうです。でそ,その、えー、映像を得るために、このトゥイスターとのはちょうど映像の中からが見えるので、外側にカメラを置いておいて、そのカメラがいろんな方向から見る。それによって真正面にいる人は正面顔が見られるし、横にいる人は横顔が見える。 Saw the frontal image of the face of the remote participant and understanding. To enable the remote participant to physically interact with local participants through the surrogate robot, a pneumatic robot arm is used. In addition, a DC motor-driven robot hand with five fingers is attached to the end of the pneumatic arm. The robot arm and hand allow the remote participant to perform tasks such as handshakes and hand gestures. To achieve mobility, a truck-type mobile robot that can move omnidirectionally is used. The left hand of the remote participant controls the movement of the surrogate robot through a joystick, while the right hand controls the robot arm and hand through the OptiTrack system and data glove.

はい、というわけでちょっと失礼いたしました。動画が途中で流れなくなってますので、申し訳ありませんでした。あのテレエグジスタンスという考えを軸に先生がずっと続けられてきて、自分が中に没入するとか、そういう形で 3d で映像が自然に見られるという形を進められてきたということが分かってきました。そして。 ここでタイトルにもなっております。触れるを伝えるということになってきますが。どうやらこのテレイグジスタンスという中では、触れるを伝えるということもとても大事な研究だとお伺いしております。それでは、最先端のその触れるを伝えるという研究のお話をお伺いしたいと思います。はい、えー。まあ、なぜ触れるを伝えるか。まあ、この辺に来ていらっしゃる方には、完全に分かっていらっしゃると思いますので。えー、今。 特別に言わなくてもいいかもしれませんけれども。も,ものが存在するっていうのを実感するのは触覚にあります。例えばこう映像が見えていても、それがこう触れないと、これは蜃気楼のようなものだとみんな認知してしまいますので。ものが見えるとすぐ触ろうとします。小さな赤ん坊でもものが見えると、そ、それを手を出して、それを触ろうとします。ですから、実際に見たものが触れるということが実態があるということの。えー、一つの証になってるわけです。 でさらに言いますとその触れるだけではなくて、えー、まあ百分は一見にしかずと言いますけどもその見ることよりもです、ね、体験することの方がもっとさらにそれ,をそれに勝るとも言われています。体験するとは何かというと体験するはただ見るだけではなくて体を動かして、えー、それを感じるということなんですね。その身体性というのが非常に重要になってくるわけですけどもその部分がもうまさに触覚と関与,関与したものなので、まあ、触覚はそのものの存在に深く関わっているので えそれを感じるというのが非常に重要であるとということで今の現在の触覚の状況を見るとですねしかし、ま、あの視覚や聴覚に比べて非常に、えー、まだ開発が遅れていますですが何かというとですね実際の触覚の、えー、取り方のス,スタンダードな方法がない例えば視覚だとですねカメラがあってでそれを、えー、RGB に分解して送って。 でそれを RGB で出すことによってこうディスプレイできるでこれは何かというと人これはまさにバーチャルリアリティなんですよね人間があの全てのスペクトルについて感じるわけではないとだからもし世の中の全てのスペクトルに人間が感じてるとするとそれはんですかその実際には同じも全く同じものを作り出さない限りそれは伝わらない ただ人間は水体に R と G と B の細胞があってそ,そこにある、えー、刺激が一緒であれば同じものだと分かるとこの三原色の原理っいうのは非常に重要でそれがあるがゆえにバーチャルリアリティが働くとだから違うものでも人間にとって R と G と B が一緒だったらこう同じものに見えるだからそれを R と G と B を,のその、えー、を記録して転送しそれを提示することによってこのユニバーサルな、えー、システムが出来上がる まあ音もまあそういうことですね。あ,のある周波数のものを取り出して、それを伝えればいいと。で、同じように考えたら、触覚というのもそういうことがないとだめなので、今はみんなアドホックにいろんな触,触覚のセンサーとかディスプレイを作ってますけども、それだとやはり、えー、ユニバーサルに伝えることはできない。じゃあ、本当に触覚もそういうことはできるのかと。で、これは我々が言っている触現色ということ。触現色というのは何かというと、まあ、人間の 皮膚には、やはりこのマイスナーとかメルケルとかパッシーニとかルフィニとかいったようないろんな特殊なセンサーがあって、ちょうどこれが RGB の衰退細胞のような形で,で、ちょっと違いますけれども、それぞれ選択的にその振動とかいろんなものを取り出して、いろんな刺激を記録しているわけですね。ですから、そういったものがもしきちんと分解でき、 伝送でき再生できれば視覚と同じようなことができるとでその辺がまさに触現色の狙っていることでありましてでそれができると触,触覚スキャナー触覚ディスプレイそれから触覚エディターといったようなものができてくるということなんですですからを触覚をですね視覚などと同じような範囲で使えるようなものにしたいということですでこれがそれですけどもで実際にはですねこういう形で、えー 人間間の生理空間っていう、ね、この空間が大事でこの空間の、えー、それぞれの、えー細えー、神経にですね選択的に刺激が与えられればですねいろんなものが作り出せるわけですだけどここがなかなか難しいのでもう少し物理空間までも考えながらいかないといけないかなとです物理空間から、えー、生理空間に移りでその生理空間から心理空間でその考え感じるというわけですけども。 ここの辺の辺とろろろを今いいい検討しているわけでありますで。先ほどの生理空間を直接使うという方法として電気刺激を使う方法があります。で電気刺激によってちょうどいろいろなその細胞を選択的に刺激することによってそのシークエンスの状況によっていろいろな食感を 提示するこれはその電気刺激でやった例でありまして、ある程度の、えー、感覚が伝えられる、さらに今は、さらにこれを精密にしたようなもので、指先につけたりするようなものが出来上がりつつあります。でもう一つは、ですね、えー、もう物理的な触覚提示ということで、えー、実際の、えー、手のところにですね圧力とですねそれから振動と温度を伝えるというような方法であります。 これもなかなか有効でありまして、圧力と振動と、えー、温度のです、ね、コンビネーションによっていろいろな、えー、感覚が伝わることができます。でえー、振動に関してはです、ね、こういうようなあ、えー、皆さんにもあの、ま、た後で,です、ねえー、興味のある方は、えー、実際に、えー、3階の方にいろいろと成果の一部を展示していますので、 そこでやっていただくとわかりますけれども、実際のそういうい振動というのがうまい具合に伝わってきますと、実体感が伝わります。振動と温度を伝えるとですね、ヒャッとした感覚なども伝えることができるわけであります。で、圧力をさらに加えることによって、えー、まあ基本的にはいろいろな触感を伝えることができます。だから圧力と振動と温度の統合によって触覚が伝えられるということが分かってきました。 でその辺のところがを、えー、皆さんにも体験していただければいいと思います。で、えー、どんだけの食感が伝えられたかってのは非常に難しいんでこの、こういう感覚っていうときにですね、実際にそう触ってみないと分かんないんだとなかなか、えー、この範囲として伝えられませんよね。しかも言葉的には伝えられないというか、紙に書いたものとしては伝えられない、こういうものをサンプルを持ってって、これ,このこのこれとこれとの違いが分かりますよということしか 言えなくなくっちゃいますねでそこを少しか考えたのはこのオノマトペというのを使うという方法ですね。でオノマトペで言うとですね例えばベトベトとかベチャベチャとかもちもちとかぐにゃぐにゃとかコリコリとか、えー、サラサラとかですねスベスベとかこういう言葉で表現するその言葉を伝え一応介することによってですねその感覚が伝わったってことが伝えられるのでこのオノマトペを、えー 一つの手がかりとして、どの程度の感覚が作れるようになった、あるいは伝えることができるようになったといったことを考えていこうというのが、このやり方の一つです。ですから、食原色を使って、どの程度の範囲のものが今伝えられますかとか、どの程度のものが今人工的に作,れ作り出せますかということですね。伝えるのはテレイグジスタンスですし、人工的に作り出すというのはまあバーチャルリアリティです。基本的には一緒なことなんですね。どういうよういよな 物をどういうようなその、えー、は配合でシークエンシャルに伝えることによってその食感が伝わるその時どういう食感が伝わったというのをこの,この空間の中で考えていこうということですでまだこれぜ全部できるわけじゃなくてこの全部が伝えられるようになるのが一つの目標でぜひ皆さんと一緒にこう,うこういうふうに向かっていきたいと思ってますけども今こんなところができますよというところを示していますでそれで、えー、実際の システムを作るということで、これはわああ割と昔のものですけれども、ハプティック・テレグジスタンスということで、ハプティックスというのが、そういうえ触覚なんですけれども、タクタイルという言葉もありますけれども、タクタイルよりももっと身体性というものを感じ,た感じさせる言葉として、今、最近はハプティックスという言葉が非常に重要になっています。ハプティックスを伝えると、つまり身体全体の運動の中での触感触というのを伝えるということです。 でこれはあのえこういうハプティックセンサーをこの指の中にえ組み込んで、切断力も検出して、それをえ実際の人間、と離れた人に伝えるということですね。これはあのえ人間側ですけども、人間側にえそれが伝わってくるということです。 でそういったような研究をもとにして最近作られたのがテレサファイブというシステムでこれはあのこの小さい指の中にそういうセンサーを組み込んで振動と温度と圧力を検出してそれを人間に提示するというようなシステムになっています。でそれによってこ細やかな食感を伝えることができるようになっています。 でこれはあのテレサファイブというのはそれ,それと同時にです、ね、人間の非常に大きな身体、まあ、身体性ということで触覚の場合にはです、ね、人間の体全体っていうのと,のとの考えでいかないといけないわけで触覚というのは人間にこうやって置いてパッパッと受動的に与えてもだめなもので自分がこう動そこに働いてその時に触って感じるというそういうのは非常に重要です。 だからじっと黙っていてこうやって手の上にこうパッパッと何か置いてもまあ,ある程度は感じますけどもそれはその本当の食感ではなくて自分がこうアクティブに動いてこうそれを触りその時感じられるというですからいろんな方向にこうきちんと動かさなきゃいけないし指もきちんと動かなきゃいけないということから非常に多くの自由度を持ったシステムになっているしかもあの触覚というのはですねえいろんなものの相互作用で聴覚と それから視覚と全部合わせたものの要素も非常に大きいので視覚によって触覚も変わってきますのでそこも含めてすべてのものを総合的に提示するということで触覚も視覚も聴覚もきちんと伝えられるものになります。 これはシーグラフというあの、えー、インタラクションとコンピュータグラフィックスの非常に大きな学会であり展示会ですけどもそのエマージングテクノロジーというところに選ばれて、えー、展示したもので2012年にそれが行われました <music> こういう時の,その感覚というのがあの食感として伝わってくるし 音としてても伝わってくるでさらに最近はですねあの、えー、実際のそういう HMD とかねそういうのなくてできないのかという先ほども HMD とかいう,そういう人間の目を塞がないでもできるトゥイスターのようなものを研究開発してるわけですけどもそれ、えー、と同じような感じで何もつけないで、えー、しかもあの実際上そういう どっかのドームの中に入り込むということでもなくてですね三、えー、次元が見えないかとその見えた三次元を触れないかとで、えー、見たものを見たままに触れるようなものが必要であるとこれがあの特に触覚を、えー、きちんとやるためにはですね見たものここにこう映像があってその映像をこう触れるっていうそういう空中に映像が出来上がってそれとインタラクションできるというのは非常に重要ですでそれを行うためのいろんな研究として、えー これはあのオートステロス,ス,スコピーというんですけれどもそういったような研究分野があります。で今までにもいろんな研究がされているわけですけれども、えー、特にあの私たちは2つの方法でやっています。1つはその再帰性投影技術という、ね、先ほどのものを使って行うわけですけれどもそれ再帰性投影技術というのは1つの視点の映像が多重投影できるというのが非常に重要でありましてですから えちょうどいろんな視点をこうたくさんこう作っておいてその視点ごとにの映像というのを1回え再帰性反射材を通すことによって作り出すということですですからあのこの例えばこの6つの映像というのを1つの,えース,クリーンのスクリーンに反,反射させて見えるでそれが本当だったら全部がこう重なっちゃうんですけども実際再帰性投影なのでその場所にしたところのものしか見えないとそれによって、えー こういうよういよなな非常に自由な3次元が作れるで。しかも空中像が作れるわけです。でそれで、えー、と作り出したのがこのリプロ 3D というものですけどもこれはこういうようなオーグメンテリアリティの環境これはその要請が出てくるところは実際の実物でそこからできた要請は3次元の要請で,でそれを、えー、それはバーチャルのものですけどもそのバーチャルの要請に触ったりバーチャルの要請の重さを感じたりとか。 そういったことができるという。でそういうインタラクションが、えー、自由にできる、そういうようなシステムです。でこれはあの非常にいいんですけども、まあ、これだとまだこの箱の中に限られているので、えー、自由なオープンなスペースではできない。しかも何人もが一緒に見られないということで、えー、最近研究しているのがこのハプトミラージュというシステムです。でこれはあのちょうど、えー、人間の。えー よく3次元を見るのにシャッターメガネというのを使ってますね、シャッターメガネメガネをかけて、右と左の映像とスイッチングすることによって3次元を作り出すで。それだとやっぱりメガネをかけなきゃいけないんですけども、シャッターメガネをかけないで同じような音を作りできないかというのがこれです。ですから、実際には人間の、えー、映像、人間の位置をこう計測して、でここにこうメガネを作っちゃうんですねコ。コンピューターの方で作り出して、それを提示するということです。でちょうどその えー、スリットをこう作ってそれをちょうど人間の目の,目,目の前にそのスリットの実像を作ってそれによってシャッターしてあげると。 空中に像を描くこともできますでこれはあのちょうど、えー、3階で今展示してますので実際のものを見ていただくのがいいと思います。この一番何といいますか3次元というのはまずねあのこれでいくらいやってもわからないんですよね。実際見ないと3次元を見ないと。それから触覚は何をのこてですねあの実際触ってみないとわからないので、まあ、そういう意味もあってあのこれ全部クレストという研究で行ったんですがクレストの研究がちょうど終わった今の時点で。 それををさんに触ってててみいいただけるという展示会を用意していますそれが3階で行っている展示会でしてそれを見ることによって実際に体験できるというような仕組みになっていますこれ実際3次元だと言ってもわからないんですが実際に3次元の映像がここに見えていてそれにインタラクションできるという。 ありがとうございますえっと今駆け足で見せていただいたんですが今先生があのお言葉の中にありました3階の常設展示のメディアラボの方で先生のこのクレストでやってこられた研究内容をですね展示させていただいておりますのでこの後ぜひ見ていただければと思いますで、この最先端の研究を聞いていて私もずいぶんワクワクとしているんですけれどもこの研究がどんどん進んでいくと将来私たちの未来はどんなものが作れるのかということをですねまず先生のお考えを教え 教えていただけたらと思います。はい、というわけで、はい、お願いいたします、はいえー。先ほどのビデオにもありましたように、えー、離れていても自由に集,集うということです。これ今のスカイプなんかがまさにそうですけども、スカイプだと映像が見えてるだけなんですけども、実際にこう手を叩いたり、あの握手したり、一緒に作業したり、そういうことが自由にできる。で、しかもパーティー会場のようなところでもこう自由に集まれると。 そういうようなシステムを考えたいと。で、で2つありますよね。えー、例えばに、全部がボバーチャル、バーチャル空間に集まるという、それはそれぞれが、あの、皆ブース、どっかのブースからそこに入って集まると。で、これは、あの、電話なんかの本当の延長で、どっちがどっちへ行くってこともなくて、みんなが同じ、対等なんですね。それは非常に一ついいシステムだと思います。で、もう一つ、その何もしな,しなければね、作業をしなければ。でも作業したいときには、えー、やはり、 そのローカルにいる人と、それからそのリモートから来る人と、両方が一緒にできるような状態。ですから、こういうような形で、真ん中にいる人はローカルの人で、横にいる2人はリモートから参加した人。それらが互いにいろいろ話すだけじゃなくて、実際の作業も一緒にできるような。また、テレグジスタンスで買い物っていうのもあります。これはあの離れたところに行ってですね、そこのところで実際のものの。 感触もし知りながらし品物を買うでこれはだと例えば、えー、いろんな世界中のお店にそういうテレビジスタンスのロボットがいてそこにこう入り込むということ。であの今考えているのは基本的にはロボットは世界中のいろんなところにこう配置しておいてそれぞれのところにあると。でそれをこう例えばインターネットで見てネットワークで見てあこのロボットが空いているということでそのロボットの中に自分が入り込むと。そういうよういよなシステムですねだから えと自分と同じロボットをだとするとそれをそこまで送んなきゃいけないんですけどそんな必要はなくていろんなところにあるロボットをそのまま使う世界中にあるロボットはあのマップ上に、えー、表示されていてその空いているロボットを見つけてそこに入り込む例えばこういうことでレジ,レジャーなどでもですねレジャー産業があったとするとその,、えー、そのロボットはアマゾンにあるロボットを使えるとその時にこう予約して空いていればそれを入ってい 使ってこここうううういいうようななとととができるということになりますであの今これはあの、えー、稲見先生なんかも中心になってやっている超人スポーツということですけどもこういったようなことはあのに、えー、人間が、えー、自分の力を、えー、強めてスーパーヒューマンとしていろいろとう戦うということですけどもその中にも一つテレイグジスタンスというのも関係してきます。で、えー、そ,れとそういうことを考えると例えばテレイグジスタンスは普段行けないところに行って いろんな体験ができるで、えー、自分がそのそこまで何、えー、て言うか訓練がそこまで多くなくても少ない訓練でもそれをすることができるでその時もやっぱりあの先ほどの自立というのは非常に重要で例えばログアウトした時にですねそのロボットがそこに置かれたままになってしまったら困りますよねその後は自立モードで自分のところの基地まで戻ってくるとだからいつでも最後までしなくてもログアウトするして 自立モーードにに戻戻せばホーム,ホームに戻っていいくととうことができるとですから自立ロボットの中にテレイグジスタンスというのは非常に重要なんです。でさらにこう昆虫の世界とか動物の世界といったような小さなものに自分が入り込むということも可能ですよね。ですからそういうことによって動物と一緒に戯れるといったようなこともできるのでそういうことをやるとサファリなんかの考え方もまた変わってくるかもしれません。でこれはまああの非常にあの身近な問題ですけども。 自分の皆さん、最近はいろいろと,とも働きだとか、ですね皆が働いていたりしますので、そういう時にちょっと家に戻ったりとか、そういったことができないかなとか、あるいは離れた子供とか孫とかですね、そういったところを訪ねられないかな、あるいは孫がですねおじいさん、おばあさんの家を自由に訪ねられないかと、そういうのはその家にあるロボットというのを使って、それにこう入ればいいと。そのロボットもそのいろんな多様な用途に使いますので、 何も来ないときにはある程度の仕事をこう自律的にやれるようにしておきましてその自律ロボットの中にえあるときは人が入ってきてそれを使うということができるのではないかなと思います。であと逆にですね人が入るとえ環境を乱してしまうっていう場合もあります。そういう場合に,は場合にもですね、えー、例えばこういう機械を使うことによってできる。 でえー、人がこう働きたいけれども働きにくいという場合に特にそういうことが起きますまたこれはまあ非常によく言われていますけど遠隔医療遠隔医療に関してもえ無依存とかそういったところにロボットを使うことによって診断などができるとかいうことができるあるいはそ,のそこにいる医師とですね協力してえ名医に来ていただいていろいろな診断や えー、オペレーションをするということも、まあ、将来的にはできる可能性があります。で、えーまあ、これはあのミクロ決し犬っていうのはあの、えー、有名な映画ですけどもあれは人間自体がち本当に小さくなるということでそれはありえないんですが、えー、バーチャルに、えー、ミクロ決し犬を作ることはできます。これはあの小さなロボットマイ,クロのマイクロのロボットの,の中に自分が入り込むテレーグジスタンスをするということによって、えー、ミクロ決し犬のような世界というのをまあ 作り出すということは、えーまあ、科学的には夢で,で,できないことではないと。人間は実際に小さくなることはできません。これはできないので、それはあの、まあ、全くの,あの空想にしかすぎませんけども、そういうテレグジスタンス的に行くということは、あのえー、一つの、えー、科学的な実現可能性のある夢です。でまあ、これは本当に身近ですけども、救急車に、えー、テレグジスタンスなどを置いておけばですね、最初のファーストエイドから、えー、医師の。えーえー その指示を仰ぎながら行くことができますで、その手助けするのはもちろんこの、えー、救急車の隊員になりますもちろんこの危険な作業での危険な環境下の作業というのもありますそれから安全安心を実現ということもありますで、この辺はあの非常にプライバシーやそういったところの関係とも、えー、あるので非常に注意しながらやらなきゃいけない部分ですけどもこういうこともあります それからまたあの宇宙からの平和というのをみんなが実感するというのには、例えば宇宙に、宇宙飛行士の代わりの体験というのがで,すねできるようになる、みんなあの宇宙に行った人は、二次生観が変わったと言いますけれども、その二次生観の変わった体験というのをみんなの人がそれぞれ変わる変わる体験していくことによって、人間のえ考え方も大きく変わるのではないかなと考えているわけです。 もう一つ非常にあの最近考えていることでお話ししたいことがありましてそれはあの少子高齢化といわれています。日本の人口推移からいってだんだんと働き手が少なくなる。また大都市への一極集中というのがあって高齢者が増加する子育てと労働が両立できなくて少子化が進む。移民を増やそうとすると文化漫擦や治安の問題が生じるので。 えうかつにはできないであまた遠距離通勤をすることによって時間を取らえて自分の時間が持てないとこういったことがありますけれどもこういったものの中で人の移動の概念を変えるテレビディスを使えばいいんではないかと今でもですねいろいろな例えば文書の作業などに関しましては例えはプログラムを作るとかですねそういうものに関しては世界中に出しているわけですね世界中に労働を出しているわけですだけども えまだ実際の肉体労働というか実際にフィジカルなえものを伴う労働に関しては外注世界中に外注することはできないんですけどもそれを可能にするのがテレイグジスタンスだ,だから身体の移動ではなくて身体機能を移動することによってえそれが可能になるんだとだこの辺が非常にこれからの重要で,でまあテレイグジスタンスによる快適遠隔労働環境を実現したいというふうに考えています 身体機能を瞬間的に空間移動して、職場と住環境の空間的制約を解放すると。だから、えー、高齢者でも、これはテレビジさん、先ほどのようにですね、いろいろな人間の機能を拡張しながら使うことができるので、例えばちょっと触れてても触れなくするとかですね、そういうことができますので、えー、と,と言いながら、高齢者は今までのいろいろと培った熟練的なものがありますから、そういったものを生かしながら作業できると。でそれがあの、えー、この時間だけだったらできるなっていう。 その時間だけで働いてもらうこともできる。で、それはその,その場所に来なくてもいいからです。それからあの、えー、そこの場所に来なくてもいいということで、えー、例えば、えー、育児やそういうのをやっているときにあのある時間だけ家から、えー、就労するあるいは自分の家のすぐそばの場所から就労するってことも可能になります。あるいは海外からもそれは、えー、就労できるので、そうすると例えばうまく時差を利用することによって二十四時間 えー、労働することも可能になってくるんじゃないかと。だからまあテレイグジスタンスによるこういう、えー、労働環境が実現するとこれまあ相当時間かかるかもしれませんけどもそれができますと、えー、労働環境が悪い環境で働かなくても済むし労働力不足を解決するし子育てしやすい世界で移民がなくても夜勤も不要になってくる。で機能に応じた人材の最適配置が行われますし えーまあ、あの交通問題も緩和するだですから人間が住むのがです、ね、別のところに住んでいても構わないあるいはす都市に住んでいて、えー、郊外の、えー、工場に行っても構わないとだからまあこういうことによって国民の利便性と生きがいを飛躍的に向上してクリーンで省エネな世界における健やかで快適な世界を実現することができるんではないか でまあ、これ非常に時間がかかりますけれども、その時に一番キーは何かと、一番大事なのは何かということなんですね。これは作業できる手段ですね。作業ができないとだめなんでみ,みんなが、我々が何気なくやっているこういう作業が、そのロボットに伝えられて作業できないといけないもう見て見て。見たりすることは随分よくできるようになっています。もう皆さん見ていただければすぐわかりますけども。ですから、もう次の段階はこう触って作業するということ。 でそこで今、新しくクレストが終わったところでアクセルというプロジェクトを始めます。でこれはあの先ほどの身体性の非常に重要身体性メディアのプロジェクトということです。で今までのーえークレストでの研究成果をもとにして、食原食原理による触覚触え一体型の触覚伝送モジュールいうのを作ることによって、先ほど言ったような、このモジュールを使えばですね触覚が伝送できるんだという。 そういったようなものを使って、それを一つの起爆剤として、身体性コンテンツと身体性テレグジスタンスという中で、ですね、VR とテレグジスタンスが実際に作業の中で使える、作業ができる、そういったようなものを、あるいはその触覚としての身体的な体験ができるようなものとしてのものを作っていこうとしています。このアクセルというプロジェクトは、実際にその技術的な成立可能性をデモンストレーションすることがあります、必要なんですけども、 そのデモンストレーションを新、えー、体制コンテンツプラットフォームとテレ・エグジスタンスプラットフォームを使って行うということを考えています、はい、あっという間にお時間が経ってしまったんですがこのテレ・エグジスタンスという技術で私たちの未来が無限大に広がっているような感じもいたします。た、えー、ただ大切なのはです、ね、このはこ技術を私たちも含めてて使っていく 私たち自身なのかなと思いますので最後に先生から皆さんにメッセージをいただけたらなと思っております。はい、えー、ということで,で、ね <coughs> えー、メッセージはですね拡張する身体ということです拡張する身体だから目指すものは何かというと人人間が人間がらしく生きていける世界ってことですそこが、まああのえー、目指す原点で,で人間が人間らしく生きるためにはですね 感覚や知の拡張だけでなくて身体の拡張も資材に入れなければいけないとですからえ今まではですねどちらかというと機械があって人間がその機械の一部として使われるというような世界が大きく広がっていましたけどそうじゃなくて機械は人間が使うものなんだと。人間がうまく使って自分の一部にしてで機械の機械の,そのあれ新しいデバイスによって自分の認識能力を高めたり。 自分の知的な能力を高めたり自分の身体能力を元へ戻してあるいはさらに強めたりしてですねそれを使って自由に行動するっていうそういうようなものを作り出すこれはまさにその時に、ね、重要だからその重要なことは何かっていうと、えーまあ、非常に人間的な根源的なそういう力というものを強めることなんですね。 でよく聞かれるのは、いや人間の人間らしいものって何なんですかってこれ難しいんですけども、まあ,あの私としてはですね、一つは創造、クリエーション、まあ、機械ができないことですね、クリエーション、それからもう一つは使うということですね、使う、それをうまく使っていくということですね、それも人間しかできないことだと思います。ですからあの今の、今の時点においてはですね、人間しかできない非常に重要なこととして、 クリエーションというものを使うユースと。で、あの、昔、ロボット入門という本を書いたんですけども、それも、えー、作る哲学、使う知恵って書かせていただきました。作る哲学、使う知恵。まさに作る、作るということと、使うということが非常に重要なことじゃないかと。その辺のところをしっかり行う。で、その辺、そういうところを、えー、やっていきたいというのが、えー、メッセージです。です。 人間の能力を補てつし、拡張していくとで、その拡張は感覚、知、運動、そして時空、時空への拡張ということだと、時、ま、空、あ、への拡張はコミュニケーション的なものも含めて、ということで、えー、メッセージにさせていただきたいと思います、はい。というわけで、お話ありがとうございました。あっといいいう間間のおお時間でししたたままず先生に拍手をお願いいたします えー、5分と出しておりますがちょうどお時間になってしまいましたのでもしあの短い時間ですけれどもお一人ぐらい、えー、会場の中から先生にご質問等ありましたらお伺いしたいんですがどなたかいらっしゃいますでしょうか。いいらっしゃらない えあのアンケートの方にですね先生へのメッセージを書く欄もご用意しておりますのでぜひそちらに先生へのメッセージもえー含めて書いていただけたらと思いますえ改めまして先生本当にありがとうございましたえ皆様盛大な拍手をもう一度お願いいたしますえこれでですねえートークイベントフレルを伝えるバーチャルリアリティとテレイグジスタンスの世界 の方はですね終わらせていただきますこの後ですがご案内をいたします、えー、トークの中で出てきましたテレイグジスタンスロボットテレサ5の実演をこの後16時15分から行いますので、えー、お時間が終わりの方はぜひそちらの方へ、えー、移動していただきましてご参加いただければと思いますまたアンケート、えー、ご協力をお願いいたします両面ございます分量少し多めになっておりますがぜひご記入いただきまして、えー、先生のメッセージも含めて書いて いいただければと思いますそれではご来場の皆様、視聴者の皆様、本日はトークイベント、フれるを伝えるバーチャルリアリティとテレ・イグジスタンスの世界、ありがとうございました。これにて終了といたします